シボレ A-C、K はアメリカの自動車メーカー、ゼネラルモーターズがシボレーブランドで販売していたフルサイズピックアップトラックである。1960年モデルで登場。長らく、フォード F シリーズと共にアメリカを代表するピックアップトラックとして親しまれた。C シリーズが後輪駆動のモデル、K シリーズが四輪駆動のモデルであった。姉妹車として GMCC、 K シリーズがあった。1999年に後継のシボレーシルバラードに交代。ベッドの後ろのシボレーの大きな文字が特徴的である。丸みを帯びたボディが特徴。直列6気筒、V 型6気筒、V 型8気筒の3種のエンジンが搭載された。全長が長くなり大型か。多種のエンジンを搭載。1969年モデルで、 これをベースにした K5 ブレーザーが登場。15年にわたって生産されたロングセラーモデル。アメリカでは現在でもたまに見かけることができる。またディーゼル車も登場。1981年モデルでフェイスリフトし丸型2等ヘッドライトから角型4等ヘッドライトに変わる。丸みを帯びたそれまでのスタイルから直線的なスタイルに変更。 フェイスリフトでシェビートラックマスクとも言われる力強いフロントマスクが付けられ日本でもファンの中では人気が高い。4ドアのアクセスキャブ仕様も登場。次期モデルはグレード名であったシルバーラードに社名変更した。ありがとうございます。